やるしかないよね。私は逃げたりしない。次はこっちの番だよ。落ち込んでなんかいられないから。数だけは相関なりや。油断禁物、気合を入れよう。この勝利は当然の結果かな。負けたくないのに。目障りかな。不敬であるぞ。接近戦に持ち込めば。まだまだここからだ。ここで決めるんだ、私がこの手で。よし、この調子でどんどん行くよ。時間を要しすぎたかな。やったな。大丈夫、任せて。頭がクラクラしてきた。気合を入れ直す。もはや堪忍袋の尾が切れたなりや。自分が何者かもわからないまま死にたくないよ。雰囲気がこれまでと違う。さもありな、そなたらと接していたのは力と思考の水準を落とし疑似的な人を模したもの。これが本来の我が輩の姿であるぞ。この真なる姿、地上の民の前にさらすことにはまだ躊躇があるが、このような事態になっては是非もなし。せめて神に対する信奉心が恐怖に変わらぬ程度に立ち回り、そして戻るとしよう。歩き回ったせいかな、足が丈夫になったように感じるんだ。この力は大切な仲間を守るためのもの。大丈夫、みんながいてくれるならきっとできる。我が輩からそなたに渡すものなりや、ありがたく受け取るべきものと知りたまえ。私の誕生日覚えてくれてたの。神である我が輩を同行させるとは。頑張った甲斐はあったよ。報告聞いてくれる？